基礎状などによりますと、母親は今年4月から6月にかけて、子供に自宅などで長時間正座させ続けた強要の罪と、馬乗りになって首を両手で押さえつけるなどした暴行の罪に、その知人の女は強要の罪に問われています。被害者保護のため、この裁判は匿名で行われていて、検察側は冒頭陳述で、母親と知人の女は高校の同級生で、 母親は夫と別居し、毎日子どもと一緒に知人の女の家で夕食をとっていた、知人の女に子どもに厳しくするよう指示されていた、また子どもに夜通し正座させたり、学校に行かせなかったりしていたと指摘、今日の裁判では被告人質問が行われ、母親は、知人の女から罰が必要と言われ、それに従わないことで女を怒らせることが怖かったと話しました。 一方、知人の女は母親の女との間に上下関係はなくもっと早く気づいて正座を辞めさせなければいけなかったと話しました。